さあ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 、チャンシュファンといえばね、今関西で最も熱い竜、日本でも最も熱い竜と言っても過言ないですよ。総竜って感じパクんなよ、パクってしまってすいませんでした。今のはキュービさんのネタです。キュービさんのネタです。2回言いました今のはキュービさんのネタです。そう、キュービさんのネタです。今のは僕のネタじゃありませんはい、まあそういうことでね、今東は武田さん、西はねチャンシュさん、熱い竜がね竜強をね、広めてくれることでしょう。さあ、チャンシュさんが1匹か、チャンシュ、チャンシュ、チャンシュ、ヤッサン、これウィナーズ3よね、3ですよね、はい3ですね、3、さあ行きましょう。チャンシュアスさん、リュウゼロサム、リュウゼロサムはですね、僕は個人的には苦手です、このカード。ベヨネ、ベヨネじゃない、ゼロサムが得意な間合いっていうのが、リュウがかなり強い間合いというか、間合いってリーチさんが、リーチが一緒のとこで同じリーチで技を勝ち合うと大体リュウが勝つんですよね。だからそこをなんとか掴みなので、掴みや、技の先端、空中攻撃先端でなんとかしてリュウを浮かせて、そこから頑張るカード以上です。竜側はね、分かんない、多分だ空炎が強いです。竜の灼熱、さあ51、あっこれはくした、おっとなんか見える、さあおっと今度見せていくか、見せていく、空中しろ、しっかり、あー空へ空へ空へ、あっと今のはねおそらく上火の暴発でしょう。空中しろ、空炎から、わーわーわー、昇竜拳もう叫んでるだけださあここで下火キックを見せていく、怖いですね竜と、やはり竜のね昇竜拳判定硬いとはいえども、さあテクニック、テクニックが光る、ああもう竜に近づかれて肘を上げられるだけで非常に怖い。ここはしっかり昇竜拳で返ってくる、下スマッシュ、ここはセービングで一回返っていく、対空の空中前復活し、どうやって復活してるか、さあ崖上に上がらせて空中後ろ、竜の空中後ろ 16%、非常にダメージが高い。そしてガードする、昇竜拳、はい回避も狩る昇竜拳、さあ空へ空へ空へ見せていく、さあしっかり粘着して下火キック、うまい、こーっと撃墜か、さすがに、さすがに、さあ 0%、空中しろ、さあ下空下、いやー壊して顔を固めれている、クエヌから火力は、おっと横で暴れている、非常に素晴らしい、空中前、空前から空中へ当たらず、竜の技ねダメージ高いですが、空中攻撃のねコンボも技が高い上に、さあ空前から食えぬ食えぬ食えぬ、これはうわ空下が足らない、さあここでねしっかり、ね、空下 B のメタを狙っていたが、ここをねしっかりディレイ昇竜拳で帰ってきました。空へ空中しろ、さあ動画に出して怖い、あーいメテオ決まった、さあ1本取ったのはヤッサンゼロサム、さあえ手を出しすぎた、さあこれはやっさんゼロサムが見せてくれるか、終点、やはりね終点っていうのはゼロサムにとっては、火力を取る、ね、場面がやっぱ減るんですよね。ダメ台がある方がゼロサムはダメ火力基本的に高い、さあこれはクエヌ、さあ欲張りコンボ、クエヌ、クエヌから空後こけている、さあ MB が立っている、さあ崖を逃げてクエヌで突っ込んでくるが冷静にさばきに行く、クエヌ空前下スマッシュ溜めているがしっかりセービングで後ろに逃げる、空中前、さあヤッサンゼロ様の空中前による対空にちょっと困ってる中ですね、空中前、あっとメテオが決まって、これは
ヤスさんです乗っているが、しかし龍にも非常に強い技、昇竜拳、そして空中下早期バーストの技ね、あっと、昇竜拳、これ撃墜するんか今何パー、90%ぐらいですか、食らって、うわもう強すぎ、強い龍、強食う前、さあゼロサムの掴んだ時の王冠は異常ですね、空中前、空中下、痛すぎる、メタルの DA が当たった瞬間とかもう、あ、来たっていうなりますよね、お、来たっていう名言があるぐらいですからね空中前さあ龍も空中 NA とゼロサムのこのクエヌの火力の塊であるクエヌ、両方お互いね、クエヌがね火力の塊ですからね、灼熱をよく出た、これはクエヌ空下、これは、あ、何これ怖すぎる、終わった、あ、死んだわあいつ、死んでなかった、おい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 死んでなかった、あ、おいおいおい死んだわこれは大したものですね、さあ、こう無弱連打ですか、これは龍が一気に逆転をしていった形ですね、龍のそれぜひ言ってほしいですね、今実況でさあステージは選べますよ、チャンスさんがもう隣でキュービーさんが完全に丸暗記してるんですけど、もう俺覚えてないからな、おいおいおいしか分かんないさあ11、さあ1対1、ステージは戦場、戦場ってことで、ね、ちょっとね、まあ天井が高くなるので、昇竜拳のバーストパーセントはね、低く高くなりますが、まあ昇竜拳ってかなり飛ぶからあんま関係なかったりは、まあ関係ありますけどね、もちろん、クエヌクエヌ、さあここは怖い、この前、あ、うまい、さあいいつかみ、これはしっかり返ってきて、クエヌか、クエヌ、え、下火、さあ食う前、チャンスと反撃が、か、反撃、さあ食う上、うますぎる、上じゃ、上強、上強ですね、上強昇竜拳ですね、さあうまいぞ、後ろ投げ、あ、あー、回避を読んで、さあこの3試合でもう3回目ですか、下火のメテオ、さあ怖い怖い、しかし、あ、もう竜が近づいてくるだけで怖い、あ、あ、下スマッシュ、うまいですね、あ、あ、え、嘘あ、昇竜拳、これは 2% しか食らってない、さあ楽しくなってきましたよ、あ、つかみは変えず、下投げから食う前、竜の投げはね、確定はないけど、まあ展開はね、いいですからね、つかみ、あ、え、あー、ちょっともったいなかったか、昇竜拳、あと今の崖岩をミスりましたかね、さあ上下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 、あ、何が見える、空中しろ、痛い、空へ、空へは当たらない、踏みつけているが、これは隙だらけだ、空へぬ、さあこの安田さん 3DS で操作してるんですよね、すごいですよね、さあ投げ、あー、これは暴発、セイヤ、さあ掴んで後ろ投げ、まだ、さあここ、あーあー、これはおい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 、これはおいおいおい、死んだわあいつおはい、これはちょっと悔しい、悔しかったが、素晴らしい試合を見せてくれたね、チャンシュヤスさんに拍手、いい試合でした、はい、いやー、多分でもね、俺もね、あの気持ちわかるんですよね横 B が上になるの結構ある、チャンシュさん後ろに下がってきすぎて、ラナイさんがね、狭い狭い思いしてるライン攻め、もうリアルでもライン攻めしてくるっていうえ、フィリップさん近いですよね、でも逆に目ね、